君たちは誰だい？今忙しいから手短に話してくれ。こんにちは。往生堂に何か依頼はありませんか？往生堂？別に必要ないかな。まさか押し売りに来たのかい？随分と考えなしなやり方だね。そうです。一つ一つのサービスを一人一人の元までっていうのが今の流行りだと思ってましたが。いや、サービスが特殊な場合あまり良くないんじゃないか。まあとりあえず他を当たってくれ。また失敗か。はあ、まあいっか。これで成功したことあるのか？他を当たってくれ。頼む。